毎週こんにちは、メリーです。今回ウルカ聴覚醒させたんで使っていこうかなと思います。自分は聴覚醒は、コンボ強化にしました。覚醒無効を飛んできました。これねどうしよっかな。とりあえず闇なっていうか闇がねえじゃねえか。どうなってんだこの盤面で。欠損するか普通。闇。ああ、意外と大丈夫。あいつ殺されるイメージあったけど、意外と大丈夫なんだ。とりあえず色がなくなったんで、また色を呼び込んで、こいつ左のやつは絶対殺されるよね。さすがに殺されそう。よし、これで突破する。オデトラ使わずにいけたんで、まあよしとしよう。あ、1階にだいぶかけてしまったけどね。もう火人か。欠損2色すごいな。なんか右上の方よし、まあこんなもんで良いじゃろう。そこに両方降ってくるっていう激アツパターン。あー惜しい。そこの右一段ずれたわ。スロットでいうギリギリ揃わなかったみたいな。まあ操作時間伸びるんだけどさ、縦を張るんだよねこいつら。このスペダン竜どもは。皆さんも聴覚醒させましたか。誰かもうすでにお持ちのヒロイン結構何体か聴覚醒したんで、もう何かしら持ってる人が多いんじゃないかなって思うんですけど、持ってない方はぜひね今度来るフェス限ヒロインで結構皆さん強いんでね。ヒロインキャラも龍剣士龍冠士も龍剣士龍冠士なら両方来るんじゃないか疑惑もあるんだけど、いやさすがにねそれはやばいっすよ。それはやばいんで多分フェス限ヒロインだけだと思うんですけどね。あ、こいつ無言でバシって殴ってくるやつ。あーもう色決められないやつね。これバンバンいけるよこいつは。火人に捜査員長してもらっといてよかった。こいつ結構ね3秒短縮だったかな。なんか結構短くするよね。あー光めんどくさ。光軍この組み合わせが一番めんどい。遅延からの遅延じゃん。でさらに次も玉ドラだから遅延じゃん。それねマジ勘弁なんだよね。遅延対策してないからさ、そんなに。どっちかっていうとやっぱキラーで押す系じゃん、最近は。だからきついんだよね。で、一旦ここは、右だけ抜こうかなと思います。で、突破していこうかな。とりあえず突破できたでしょう。突破しので玉ドラでまた遅延されの、闇がなさそうな気がするなこれ。闇降ってこい。まあいいやいいや、死ななければ OK です。繋がってもうた。これでまた色決まなんか色決まってなかったわ。突破するで6回。あーめんどくさい。ウルカあと7。こいつね結構クソ個体な時があるんだよね。あのね、水と毒の花火みたいな、指離れやつ、
水と毒の、あー結構ちょうどいい。水と毒の花火されるとね、マジでめんどくさい。どうしようこれ。一旦毒外していこうかな。はい。あ、これ毒の。危ねえ、落としになるとこだった。遅延ね、全然良い。いや、痛えな、毒。お、ハート落ち込ありがたい。吸収はずるいよな、正直。向こうならまだしもさ、吸収はどうにもなんないじゃん。回復するしね。ずるいわ。で、あと3ね、これで。いや、グラスリーフはマジ神答えなんよ。グラスリーフしかやってこん脳筋は本当にいいんだけど、それじゃないね。あの、なんていう技だったか忘れたけどね、本当にめんどくさい技があるんだよ。アンドロなんたらなんたらもめんどくさいよね。さっきやってきた毒を作るやつ。オッケーオッケーオッケー。これあと2だから、まあ、ウルカも使いたくないんだけどね。でもここ確かね、さらにめんどくさいやつがいたはず。まだこいつでよかったぐらい。誰だったかな、さらにめんどくさいやついるんだよね。あ、これめんどくさいね。あと1かよ。とりあえずまた毒外しで。で、次ウルカ打って突破していこうかな。他に貯めるスキルは、まあ別に今じゃなくてもいいか。どっかしらで結構ね、闘技場ついてたまるんでね、意外と。特にあの何、パールバティとか大当たりだからね。意外とこの裏闘技場ではパールは大当たり。突破できるよね。 OK。 でウルカの崇高のサファイアを貯めておきたかったかもあるけどね。でこいつもめんどくさいね。こんなもんでいいかな。こいつかなり強いんだよね。強すぎ。スペタン竜のスペックが高すぎる。コアアイナインかよ。マジ高えんだけど。色決まってくれ。なんか降ってきていい感じに決まってくれ。オッケーオッケー。これあれだよね、スミレのスキル売ってるだけだから、特に欠損させに来てるわけじゃないと思うんで。フルでコンボしたら多分突破しちゃうかな。しちゃった。発狂するんだよな確かこいつ。あ、そうでもない。クソ雑魚発狂だった。やる気な。まあハートを作らないっていう点がちょっとあれだけどね。ハート。あー、おー来た。おい、ナイスナイス。めっちゃ来るやん。20コンボって。最後に来てくれ、それ。あの、仮面戦で来てくれ、仮面戦で。ホンファオヘンフ。モンフーヘンフ。ヘイハンファオヘンフ。気球ショーはちょっとめんどくさいかなって感じ。下手して気球臭残すような AI が働くと4ターン耐久になっちゃう。
まいこと木から倒せ。よーし、そういうことよ。オッケーオッケー、いい方いい方。カノープスはいい子、ロックするだけ。回復力半減するハダル、あいつマジクソ。ミズラーバンめ。いや、普通に突破できると思います。こいつ神タイプなのかな、ちょっとわからん。マシンとドラゴンとなんかだと思うんだけど、ストライクは全然 OK です。で、両方多分抜いちゃうかな。木がなかったっぽい。多分なんだかんだ耐えれるんだけど、でも1体の攻撃を受けきる余裕は多分ないんじゃないかなって思うんで、1体はここで抜いておきたい。これで2体とも抜けるかな。うわー、1体残った。多分1体はね受けきれます。普通にちゃんと軽減貼ればね。ここでワンチャンスキルダメもできなくもないんだよね。ほら耐えれる、意外と耐えれるんだよね。まあいいや、これで仮面がね、ちょっと仮面がやばいんだよね。もうイデアル案件だと思うけど、次も仮面ね、マジで左の仮面やばすぎよ。こいつ何万、2000万ぐらいあるんじゃない、防御力。本当にね、全然抜けないんだわ、これが。落ち込んが来ないと無理です、正直。あー、無理無理無理、絶対無理。イデアル打つか。いや、遅延を、あー、1着のアレキサンドライトはなー、ちょっとなーってところはあるんだけど、でもインドラをここで使うのもあれだし、ここはイデアルで。いや、マジ光、まあいいや、とりあえず組んでみよう。光組まんと話にならんからな。うわー、落ち込んこないか。まあでも次の盤面光多いからワンチャンなんだけど、ちょっとコンボ数がしょぼかった。どうすかどうすか。あー、いけた。2000万はないのかな、ちょっとわからんわ。1500万ぐらい、バケモン。次は五右衛門に備えて、どっちがいいかな。転生インドラでいいか。水ないんかい。もう見てないよね、盤面。欠損しすぎでしょ、ちょっと。この盤面でそこまで欠損する。いやー、もう五右衛門来たらどうすんだろう、本当に。ハート消すしさ、つながるけど、やばい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 、ハートが決まったらもう、ああ、
さよなら。ゴエモン出ないで。ノアがいい。もういっそノアがいい。ノアがやりやすいわ。うわ、ノアだー。ノアはね、結構やりやすい敵だと思うんだよね。え？マジかよ。お休みモードにしても電話かかってくんのかよ。結構 LINE の通話は大丈夫なのか、普通の電話の通話はダメなのか。うわー、ノアの一旦損した。まあいいや、ノアでよかった。まだノアでよかったわ。3コンボしてしもうたわ。いや、もったいないな。半分まで削れたのにな、せっかく今ので。これね、結構いけるんですよ。意外と。お見せします。私の神パズル。誰でもできるけどね。あ、ごめん。火属性忘れた。火と回復忘れて思うた。いや、あれで前職組めるんですけど、普通に斜めに逃げてあげたら。闇を OK、 これで半分までいってほしいな。とりあえずこいつね、発狂しないんだよね。次で倒せるかな。これお邪魔な目覚めでしょう。次が、でもうちょっとさっきのミスを生かして、とりあえず回復したいんで、回復を待つ上で3個組む。で次の色になった瞬間、こうやって斜めに逃げ、あ、ちょっと待って。ちょっと待ってよ。何かしらの色がないんですけど、今のはミスです。ここで決めに行きたいね。まあでもこいつね、意外と待てるんだよね。一回逃げて。何かしらを決めたい。さすがにめんどくさいな。これで次も確か同じような。アップねー。ロック目覚めね。次こそうまくやりたい。まずは火を決めます。で、次こうして、こうの回復。あー、光がないのか。あ、倒しちゃった。覚醒無効ね。覚醒無効はとりあえずもう回復しちゃっていいかな。次14、15、誰だ、わからん。もうこの辺まで来るとわからん。ロックで見づらいな。とりあえずこんなもんで。意外と突破してしまいそうな感もあるけど。あーですよね、この階層弱いな。カグツちゃんは大丈夫。威圧もあとちょっとだし。先にもう組んじゃおっか。まあ、とりあえず倒す。パールでもよかったんだけどね。正直パールの方がスキルダメし直せるから全然よかったんだけど。うわ、また覚醒無効なんで、連続で覚醒無効はマジ勘弁してくれ。どうしようかな。とりあえず軽減しながら耐えたい。爆弾めんどくさいよ。
落ち込ん。いやー来ねえ。これきついんじゃね。あっぶねえ。あっぶねえけどもうだいぶきついわ。こいつ遅延効かないんだよな。やば、これ爆弾が。ちょ、爆弾ばっかりやってくるんだけどこいつ。いやーきついな。痛い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 。それやってこいよ。今さらやってくんだ。最初からやってこいよそれを。このルーデット誰が追いつくん。光が決まってない。全然削れないんだよな多分。全然ではないだろうけど。あ、意外とね。あー、めんどくさーい。めんどくさいね君は本当に。沈着捨てるわもう。あんまりいいパターンじゃないな。このあとなんか耐久できるようなやついたっけか。とりあえずこいつは抜けるけど。17って、うわーめんどくさ。ドラゴンバランス、イントラもたまらんから。ヘラはもう死亡説だなこれ。威圧もダメだしな。ワンパンは無理だよね多分。あー全然無理。無効。いやー円波がたまんないのはきびいな。威圧が使い物にならん。ハート落ち込んとか欲しいな。おお、ありがとう。ただハートなくなった。割合、割合ならセーフだけど。猛毒が来るんだよねこいつ。めんどくさい。ハート、ハート、オッケー。出たー、猛毒出たー。とりあえず猛毒組まなきゃ話にならんので組む。ハートも全力。猛毒はきついわ。うわー、ちょっと待って待って待って。お前それはずるい。電話がずるい。電話が。
ー遅延されるやつ。もうなんか出るなって願った方が早いかな、これ。五右衛門出たら終わりなんだよな。創世のうんたらかんたら食らってもいいから、もう。創世の裁きだったかな。ちょっと待って、色決まってね。色決まってね、さすがに。無理だよね。もう耐久するんだったら耐久するにした方がいいかもしれん。まあ、突破してしまったらもう五右衛門出るな、っていう。それで。光が落ちてきた瞬間終わるんだけど。終わりなんだけど。創世の裁きはとりあえず大丈夫。いや、貯めれなくもないんだけど、もうなんか、五右衛門出ないっしょ。五右衛門出ない。五右衛門なんて出ない。五右衛門なんていなかった。この世に五右衛門なんていなかった。いつか五右衛門を素で受けれるような、そんな、男に俺はなりたい。オッケーオッケーオッケー。こいつはね、バインドで死にます、まず。あ、一旦か。一旦のためにオデトラ撃つのバカバカしいな。ただね、こいつお邪魔作ってからの爆弾からの運だがんだってめんどくさいんですよね。あー、とりあえず耐えるか。こいつがな、最初のお邪魔攻撃があるから欠損するんだよな、結局のところ。うん、結局欠損するからさ、ここで色が降ってくるみたいな奇跡が起きない限りはもう完全にアウトなんで。まあ、なんか奇跡的に色が打ってこないっすよね。もう3倍であんだけ削るから、ね、爆弾。はいはい、いや、ジーンスキルはバカバカしいからな。いや、盤面が広いからも、色、色、色。うーん、盾はいい。お邪魔を作るな、お前は。盾はどうしようと構わんけどさ、お邪魔を作られるとめんどくさいね。うん、奇跡的に色が降ってくるっていう事態がここで発生してほしい。爆弾でしょ？違ったわ。遅延かい。遅延がすごく優しく感じた。あと光が降ってくればいいだけ。あ、というかもうこの絵でも突破できるわ、多分。これでもいけるんじゃね？ほら、いけた。クジラーめっちゃ遅延される。果てしなくなってきた、本当に。こいつどうだっけな。うん、でもね、盾も何も張ってない状態で構えるのは怖いんですよね。だからもう突破しちゃう。沈着のアレキサンドライトが威圧もたまんねえから、もう遅延まみれ、本当に。でもここはもう耐えよ。もう耐えましょう。さすがに
さすがにだわ、本当に。もうね、もう無理っす。ああでもなー、これ色が決まってさよならチンってなりそうだな。危ない危ない危ない。若干耐えれたんでもういいんですけど、とりあえずもう最悪最悪大丈夫。いやーでももう20ターンとかどこで耐久するねん。猛毒。これをどうするか、あの猛毒をどうするか。オデドラ使っていいでやろうと。とりあえず橋姫は逃れたから、こいつダダダダーでしょ、ダダダダーのやつでしょ。なんで水半減があるかわからんけど、どれぐらい入るかな。これでタイプは体力攻撃、あ結構入るね。体力攻撃か、キラーは何も乗ってないと思うんだけどな。色な、なんで欠損するんだよ。決まったわ。倒すかなこれ、もしかして。そんなことはないか。意外とタフですね。あんまりコンボしない。ちょっとあんまりコンボしてないんですけど、自分は。やる気な。お前それでいいのか。倒してくれ倒してくれ。こういう時の落ち込み、オッケー。火の落ち込み完璧。オッケー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 。エンハン使わなかったのはでかい。17は、うわナインガルだ。ただあるから、ここはインドラ、転生インドラ、ハリーノ、もうつなげちゃおう。とりあえずヘラが来ても大丈夫。何ヘラ、あーいいっす、いいっすね。アブソリュートゼロなのかなこいつ。その辺がちょっとよく分からんけど、イントラ張ってるからね、相当なダメージは大丈夫。虚無の波動からの発狂じゃない限りは大丈夫。まあどっちにしても色ないんですけどね。いやこっからね、欠損祭りなんだよね。欠損しちゃうんだよ。一ターンでしのげなかったら、こいつずっと欠損だから。色が降ってくればまあ別の話なんですけど。あぶねえ。
強えんだよな。でハートを消さないでほしい、とりあえず。降ってこないかな、色。オッケー、降ってきた。アブソリュートゼロかな、ちょっとわからんわ。こいつが虚無ることはないはずなんで。ああ、待って、そうなる。そうなっちゃうんだ。まあいいや、とりあえず、倒せはするでしょ。で、次、メタトロンでしょ、メタトロン。で、どうだろうね、神キラーでなんとかなるかな。とりあえずもうバインドはどうでもいいから、神キラーでなんとかなってほしいな。これでどうかな。うわあ、ギリギリいけないのね。覚醒無効だと、ちょっと待て、今覚醒無効使っちゃったよ。待って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 、次発狂するこいつ、もしかして。待って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 、メタトロン、メタトロン、メタトロン、光。じゅっパーセントからゼロパーセント、これ10%入ってんのかな。10% か。 10% どうだろう。いや多分 10% ギリいってない説。これリンドラ入ります。オッケー、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 ギリギリいってない、ギリギリいってない。いや、さすがに無理なんで。オッケー、オッケー、オッケー。あと一旦。削り切れないしね、多分どんだけコンボしても。よしよしよし、覚醒無効耐えたぞ。覚醒無効耐えた、しかもイデアルが打てる。かー、どうしよっかな。
ここは安定のイデアルかな。イデアル打つか。イデアル打とう。イデアル打って貯めるスキルある。この残り3ターンでドラウプにいるぐらい。これ大丈夫だよね。遅延効くよね。オッケーオッケーオッケー。よし、雲を取って、よし、じゃあこれで多分突破できるはず。いくら水属性といえども。オッケーオッケーオッケー。カーリー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 カバディ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 。ドラゴンキラーも刺さる。安全圏まで持っていこう。頑張って通行のサファイア使う。緊張するな。さすがに緊張するな。ここまで来るとインドラもないからな。神キラーでなんとかご利用したいんだよね、正直。ちょっと上の方決まってないけど。いや、落ち込ん、ナイス。いや、ナイス、ナイス、ナイス。安全圏まで。オッケー、いけた。いけたー。神。いや、初裏闘技場動画デビューでした。はい。あ、ニジピ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 。ニジピ、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 アイカピー。よっしゃ、いけた。なんとかバイト行く前に終われた。動画出せるかな、バイトまで。あと少ししかない。やったー、ナインガルド落ちたわ。マジ神だわ。はい、ということで今回は、超覚醒させたウルカ使ってみました。めちゃくちゃ強いでしょ。バイバイ。